クロテナガザル族は、哺乳高齢長目、テナガザル科に分類される族。別名、ホウジロテナガザル族。従来は、テナガザル族ハイラベーツ内の一亜族で、この亜族のすべての個体が種クロテナガザルハイラベーツ、コンコロール一種に分類されていた。全身が黒い種もあるし、全体は明るめで、頭部に黒いとさ状の毛を持つ種。 方に明るい髭状の毛を持つ種など様々である。クロテナガザル族の一種である東クロテナガザルは世界で最も絶滅の危機に瀕している類人ザルとされている。カンボジア東部、中華人民共和国南東部、ベトナム、ラオス主にメコン川以東に分布するがカンムリテナガザルの一部はメコン川異性にも分布する。俗名、ノマスカスは古代ギリシャ語で誘導するの 以前は、テナガザル族ハイラベーツ内のクロテナガザルア族ノマスカスとされ、クロテナガザルア族は、クロテナガザルハイラベーツコンコロールのみで構成されていた。後にクロテナガザルの亜種とされていた気泡テナガザルなどの種が、独立種として分割されるようになった。2001年には、テナガザル族から分割し、独立した族とする説が提唱された。染色体数は 2n イコール52。 以下の分類、和名、英名は日本モンキーセンターに従う。開発による生息地の破壊、分断化、食用や薬用の狩猟などにより生息数が減少している種もいる。ありがとうございます。